次です。 JA 奈良県女性部の総会が今日奈良市内で開かれ、健康づくりの新たな事業など今年度の活動計画が決まりました。 JA 奈良県女性部は県内各地区で食文化や農業を次世代に引き継ぐ活動などを展開しています。総会では女性部の辻本貴子部長が、女性組織としての取り組みを進めることと若い世代の育成が重要と呼びかけ、 JA 奈良県の中出敦信会長も女性の活躍に期待を寄せました。続いて議事では今年度の活動計画案などが示され、国連が掲げる SDGs を理解し意識して活動をすることなどが基本方針に挙げられました。そして新たにウォーキングで地域の魅力を再発見するフォトコンテストを開催するなど、今年度の活動計画案が承認されました。